国の文化審議会は今日、福岡県久留米市にある笹山神社の本殿や拝殿などを国の登録有形文化財にするよう答申しました。1879年に造営された笹山神社の本殿は、大屋根が入り口の階段まで覆うようにせり出した大型の社殿が特徴です。江戸時代に久留米藩を治めた有馬家の藩主を祀っていて、文化審議会は近代の神社建築のいい例だと評価しています。一方、久山町にある若八幡宮の本殿は、江戸時代の1799年に建てられたもので、町内に残る神社の本殿で最も古いということです。これらが正式に登録されると、福岡県内にある登録有形文化財の建造物は199件になります。